僕もミッキーの真似だったらうまいけどな。で、何ですか？ハハってやつ。いや、ミッキー。普通。普通ね。待って、もう一個ある。何ですか？目玉親父。目玉親父。おい、来たろ。ネズミのとこはどこじゃ。ああ、後半ちょっとね。容器じゃ。容器が漂っておるぞ。これをずっとやり続けたら誰かに似てるって言ったらいや雰囲気は分かりますよ。本当失礼な話、どなたか存じ上げてないですけど今回ってないからいいけど、ちょっと姉さんとか言った日曜日でふんどしば開いたんだけどさ一緒に行かないと私とか言ったえ目玉の親父ってそっちにとてもじゃないけど乗せられませんけどね。回ってますよね。あ、そう、こっちはやばいよ。もうピーだけにしといたら、そうか、こっちが止まってるから安心しちゃったけど、すごいびっくりした。なんか記憶力皆さん どうですか。僕もう40過ぎてから本当もう全然思い出せなくて。あの誰だっけ、あのっていう、そういうやつ。そうです。それはもう完璧にさ、俺なんか何にも思い出さない。僕ね、でもね、結構ポコポコ忘れは多かったんですよ、うん、20代とかでもバラエティ番組見てて、はっと、あれ俺今シャワー浴びてるわと思って、うん、今トイレ行きたかったのに、そんなこと忘れん、うん、そ, れはないな。そういうことね。それはっていうのが昔はたまにあったんですよ。だからちょっとね、天然なのかもしれないですけど、本当にトイレ行こうと思って歩いてるうちに、あれシャワー浴びようと思ってシャワー浴びちゃって、あれ違うめっちゃおしっこしたかったって何やってんだ。でバラエティも見たいんですよ。どこのシャワーって。いやでもそれ結構あのストレスもあるかもしれない。ストレスか、やっぱりストレスの可能性あるな。そんな低レベルの話だねえ、もうちょっとね、そうだ、お客さんの名前がさ、そうですよ、そういうそれはもう最近ひどいです。なんかパソコンいじってて、次この仕事しようみたいなので、あれなんだっけみたいなのとか、昔だったらね、うん、あ、何さんいらっしゃいませみたいな、すぐ分かったのにみたいなのあるんじゃない。でもそれは僕すごい解決した方法があるんですよ。この間教えてもらったんですけど、沖縄にしかないあれなんだっけ、あ、ライムジュースじゃないんですけど、沖縄の柑橘あるじゃないですか、シーカーサー、シーカーサーの元、シーカーサーの元、元はシーカーサー、元はシーカーサーでしょ、シーカーサーだよね。このおばちゃん会話あれよあれみたいな。シーカーサーのストレートの果汁液があるんですよ、でそれを毎日飲むとめっちゃ記憶力戻ります。マジっすか、はい、俺結構シークワーサー好きで置いてお店とかでも飲んでたんですけど、全然ですよ。シークワーサーで頭の回転、それがですね、なんでかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、うん、その石垣島かどちらかに住んでる80何歳かのおじいさんがそれを毎日飲んでるんですって、はいはいはい、でその人の脳内年齢をお医者さんが調べたら30代だったんですよ、うん、すごい。そ、個人差なんじゃないの、ただ単に。いや、個人差ですよ。そう、沖縄の人たちはやっぱ脳内年齢が、うん、やっぱ本当に。あ、でも長寿ね、ちょっと前まで、ちょっと前まで長寿だった。なんか、でも沖縄の人たちって、ストレスはなんかすごい少ない感じしないですか。うん、だから沖縄一回一人旅で行った時に、うん、ホテルの目の前がずっと、うん、なんていうの、遠浅の海みたいになってて、うん、上になんか堤防じゃないんですけど、あ、堤防なのかな、まあ、なんかコンクリートで固めたところがあって、うん、もう夕方になるとみんなそこにゾロゾロ集まってきて、うん、飲んでる、そうそう飲んでる、ね、僕は波照間島に着いたーっつって朝10時、うん、もうみんな飲んでましたね。あ、そうそう、そんな感じ。すごい、みたいな。波照間行ったことあるんだ。でも、あ、行ったことあるんですよ、1回だけ、ね、人が住んでる島で最南端の島、はい、あ、そうなんですね、波照間が。波照間は、うん、もうなんか今めっちゃリゾート地になっちゃって、ちょっと悲しい感じ、賑やかになっちゃったね、はい、あそこ行きたいよね。ハテルマよりは手前だけど、アラグスクとかもう人が住んでないようなところ。へえ。アラグスクって何ですか？あるじゃん。こう西表、黒島、アラグスクって。なんかアラグスクってなんかロシアの地名みたいですね。新しい城って書くね。グスクだからね。お城。グスクが城なんですね。そうそう、城ですね。グスク。だからなんかあったんじゃない？やばい、今日脳にいっぱい刺激が来るな。え、そういえばバブル期って。谷本さんそんな経験してないでしょ。僕もしてないけど、うん、石原さんたちもう全然仕事してる時じゃないですか。どうでした、バブル期のその業界。やっぱり今とは全然違うよね。
うん、で僕はほらそのザ芸能界ではないから、うん、ミュージシャンっていうか、うん、あのスタジオミュージシャン系の、ただしやっぱりもうほら仕事はすごくめちゃくちゃあるわけよ、うん、とにかくね。じゃあさ、石原さんたちコーラス女の子2人誰か知り合いとか連れてきて、あ、じゃあね27時に、はい、早稲田のアバコによろしくお願いします、うん、タクシー使ってきて、もちろんタクシー使ってそれであと留守してください、うん、要するにその27時って午前3時なわけじゃない、うん、午前3時からコーラスで、午前3時から5時までの仕事と か、だから土日もないし、うん、時間もないし、とにかく四六時中みんな仕事してるわけよね。そう、なぜそんな時間かっていうと、ベスト10終わりで、うん、ベスト10でそのバンドのメンバーがみんな浜松かなんかで中継があるんで、うん、全員そっちに行ってるから、うん、夜中の12時に帰ってこないと、はい、うん、それからセッティングしてレコーディング始めるから、でコーラスは上物だから午前3時みたいな、はい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 、要するにテレビ業界とかがすごかった時代って全部そう、で当然託送とか、はいはい、で遅くなった時の弁当とかも、うん、もうちょごめんねこんな遅い時間でさ曲数多いんだけどと、それでもう帰りにね、タクシー券もらって配車してもらって帰るっていう感じだよね、うん、ジャニーさんのところの仕事とかなんとか、うん、あ、そう、僕もそうですね、コーラスとかやってた頃はまだやっぱ夜中までやって割と昼から始めて、うん、仕事が終わるのが大体11時とか12時 でそこからじゃあみんな飲みに行こうか飯食いに行こうかって、あ、そう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 、あ、そうだよね、で大体現場1回入ったら朝帰ってる感じでしたよね、うんうん、それはもう今はもう7時ぐらいに終わって、お昼も夜も何もご飯もなくて、じゃあお疲れ様みたいなのがもう普通になっちゃってる。今はね、うん、必ずそうだよな、やっぱり。そうですね。そうそう、麻布か、うん、四谷三丁目かあたりで、朝までやってる店、うん、焼肉屋さん行ったりとか、そうそう、ラーメン屋行ったりとか ね。なんかちょっとでも全体的に寂しくなってますよね。若い子とかでも僕現役でやってた頃って10年ぐらい前って、はい、飲み行くぞってまだ来たんですけど、うん、今行かないでしょ若い子、はい、え、明日あるんでって、そうそうそう、みんな明日あるわって思うんですけど、そうそうそう、結構みんな寂しい感じで、もうだからそのギャラ袋もらってみんなそのまま飲みに行っちゃうからさ、なかなかうちまで現金が持たないみたいな結構現金もあったんですか当時。あったあった、あったあった、現金は今でもある、あ、今でもある、そうなんですか、うん、そのいや取っ払いってやつ、ね、はいはい、取っ払い、はいはい、当時要するに僕らはまあ今も変わんないのだから、うん、30年前も今も同じ値段っていうのは、要するに昇給がないっていうのがまずその、はい、そうですね、バブが、うん、崩れてるっていうのがあります、うん、昔はレコード発車って言ってレコード会社発車協定っていうのがあって、うん、その要するに専属契約のある人たちは別だけど、はいはいはい、僕らプレイヤーみたいに、いや今日はポリグラムの仕事、今日はビクターの仕事、はい、今日はソニーの仕事みたいな風にいろいろやってる時も、まあ、プレイヤーは一括してそういう風に、一律の値段で管理しましょう、でその代わりランクでちょっとずつ上げていくっていう、うん、だから、うん、日配電のあの声優ランクみたいなね、うん、はいはい、いうものがもうミュージシャンにもあって、で当時から大体僕らも2並びで1時間1曲22,222円っていま、うん、だにそうだから上がっていないし曲数が全然違うから、うん、そこれはそう誤解があるといけないというか、あれですよ、コーラスとかそういうものカリウタとかそういうものです、カリウタとか、だけど要するに1時間コーラスとか入れる、うん、普通のプレイヤーの、うん、ミュージシャンフィーと、ね、そうミュージシャンフィーだけど、うん、その代わりほら10曲そうそうそう、15曲ってさ、玉数があったんですよ、玉数があると、ね、要するに 1日で20〜30万の稼ぎになっちゃうわけじゃない、うん、それが毎日毎日みたいな人すごいよね、うん、コーラスだからちょっと少ないけど、ギターの人とかって必ずニーズがあるわけだよ、そうですよね、ね、ギターの入れてないポップスなんてないわけだから、僕なんかほらあの原田君と一緒でこの間車ぶつけちゃって、はい、あらば、はい、1日で30万ぐらいなくなっちゃう、やっぱどっちぶつけたんですか、車、右のテールランプのとこから、あの僕もワンボックスなんで、はいはいはい、そこの角っこが全部ベコーバリバリってなってて、車、でもそこは本当直さざるですよね、目の前って、僕だから後ろのタイヤのすぐ横のところだったから、意外に今日嫁さんにこうやっちゃってってもしばらく気づかなかったんですよ、どこどこ、でも一回気になるとやっぱ気になるんですけど、
まあでも走るならね。そうそう、全然自走に問題なかったんで、今日でもなんか車持ってたらもうこれドアごと、後ろもそうだし、もしやるんだったらドアごとだと思いますよって言ったから、じゃあもう別にこれどう思いますって車屋さんに言ったら、いやもうそれをご本人してじゃないですか、あじゃあもういいですみたいな、まあ、とりあえず一回愛知までそれで行ってみようかなと思うんですけど、うん、いってらっしゃい。舐めるように。舐めるように。舐めるように。こういうショットだってファンが喜ぶでしょ。ちょっとおでこの手紙具合。もう汗、俺が年齢ですよ。おでこの手紙具合とかいいんじゃないの。でも本当に感覚が違うからね、当時。入ってくるお金も違うから、出てくるお金も違うと。本当にさ、例えば、あのゴルチエのお店に行って、はいはい、ショーの一点物なんだけど、はい、これ要するに、ファッションショーを使っても製品にならなかったんだけど、うん、とりあえず今日本に来てるんで、はいはい、お店に出してるんですけど、いやお客さんもぴったりとか言われるとジャンポールゴルチエ買っちゃおうかなとか言って、はい、僕その一番高いジャケット70万ですよ、でもそんななんか1階のプレイヤーがそんな買い物しちゃうぐらいの時代、あーなるほどなるほど、ね、そういう感じだ、本当にだから車じゃないわけだからさ、はいはい、買えるじゃんそのぐらいだったら、車やうちは買ってないから俺は、だから本当にそんな、だから僕はもう衣装代だけで使っちゃったみたいな、だって石原さんのあのアクセサリーキットすごいっすよもう何ですか、畳1畳分あるんですよ、そんなことないです楽屋とか見たらうおっつって、もう行商って言われてるね、はい、本当に、あ本当そうですよ全然あれ、まあのいらないやつ売ってほしいんですけど、本当にいやいや、そんな売らない、売らもあげますでもそんな時代、本当にそういえば、うん、もう時間もかれこれね、もう1時間以上ぐらいで、ね、ちょっとね、僕的 な, なあのこれ、うん、これでやってみないですか、この数で増やさずに、この数でやって大会開いたら誰が一番強いか、だから最後の大逆転が絶対ないわけじゃないですか、あー怖い、そんなのそれちょっとこの数までってこと、そうこの数までちょっとそれで、あちょっとじゃあ先行後攻、あいよいよと、どうします、じゃあまず僕と石原さんで、うん、やる、じゃあ先行後攻だけ、はい、最初グーアイジャンケン、はい、あ負けた、じゃあ僕白で、そうそう負けや